とるときに、騎士二人出てきたら、さすがに、もう鉢釣るしかないですよ。2番さんがすぐ出てきましたからね、その後に。ですね。絶対に騎士やと思った。6番さんがすごいですね。なんか戦歴いっぱいありますけど、高速村の い戦やー、歴。違う。ちょっと言わないで、言わないで。レベル上げてただけなの。やめて。高速村ばっかやってんの？このなんか、称号？この称号とか、地名称って称号はわかんねえんだけど、どういう称号だっけ？地名称って。条件わかんねえ。これ僕準備完了したら始まっちゃうんです高速けど、村ばっ大丈夫かでりやっすてか？んの？ そうそうそう。という4番情そう報です知ってね。んの？情報通？いいんじゃないですか？いいじゃね？高速村でやりたくなかろうが、やりたくなかろうが。まあ、それとやかく俺が言う権利はないから。役職を高お速選村？びください。まあ、選択なんしでない高速場村をやってんのかがよ合、余っくわていかんるねんけど、役なんか職がランダムで振り分けられます。あれ、ロックを外したい人たちもいるみあたいだなからたのね。役職こはの特殊村な条件じゃ人ないとか、出でないす。から。夜だがから更わきざまわしざた。そう、人狼にみん気なをでつけてく出しだ合うさたい。めにやってるっていう人たちもいるらしいから、必ずしも悪ではないけど、アンロックが普通にやるとしにくいから。まあ、使い方次第だと思うけど。まあ、勝ってよかったね。占い師が正しい面があったってだけで、しかも俺囲われてよかった。グレー1だったらやばかった。話をあんまり聞かなかったから、やばかった。夜が明けました。マジで話聞いてなかった。昨夜はこれやー誰もべえ死にと思まったせらんで囲しわれた。たっ発てい言う。ターンに入あんりままり聞いてなかったなと思って。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。この村を救いに来ました、占い師でございます。7番、白と出ました。皆さんどうぞよろしくっていうところです。いやー、気持ちいいですね。狼殲滅してやろうっていう気がね、もうバリバリ出てますから。進行論基本的にね、騎士は潜伏希望っていうところです。まあ、騎士さんに任せますけど、私の言うこと聞きたくないっていうんであればもう出てきてもいいけど、私は基本的には騎士には役目があると思ってますから、しっかり私を護衛する役目があると思ってるんでね、そういう立ち回りです。で、グレーの人たちにちょっとお願い事ですね。対抗の人外の占い師が語りに出てきた場合は、占い師の、色の判断だけはしてもらっていいですか？若干でも構わないので、この人真、この人人外っていうようにね、ちょっとラインを見ていきたいなと思ってます。疑うやつ必ず占ってやるからな。5番のプレイヤーが発言します。はい。SG1 の村人は残したいですね。で、白露釣りたいですね。白い人を残して黒い人を釣りたいですね。まあ、日々考えるのはね、6番さんみたいな可愛い女性プレイヤーのことか、狼釣ることですね。黒い人を釣る。それしかもう考えてないですね。そしてね、結果見ますね。絶望します。考察が全然ずれてる。で、反省の日々ですね。まあ、今日はね、狼さんとの推理バトルね、楽しみたいですね。まあ、4番さん、とりあえず神道行きますか？とりあえずはね。まあ、だからね、最高で出てね、推理ゲームしたいですね。平和村なんてつまんないことになっちゃったら、もう、それもね、つまんないんでね。まあ、とりあえず4番さんを、ヒントは一応置いときます。ただ4番さんしか出てないからね。どうなんでしょうね。まあ、黒だったらなんかね、お宝探し得意そうなんでね。私たちのお宝である人狼を探してほしいなと思ってますね、死んだったら。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番神月です。霊能者です。よろしくお願いします。そうですね、ちょっと潜伏も考えたんですけど、2周目に出てきて、なんて言うんだろう、もし対抗が出てた時の新芽を勝ち取る自信がないので、もう先に出ます。で、そうですね、4番さんが占い師で7番さんにしろ、まあ、パッションはめちゃくちゃ感じられましたね。はい。とりあえず、まあ、一人しか出てないんで、まあ、4番さんは今んとこは仕置きしてます。すごい、なんて言うんだろう。真だったら、心強い って思ってます。で、そうですね、5番さん、まあ、白露ついたいっていうのはいつもの進行論ということで。そうですね。特に、ないかな。そうですね、まあ、なんて言ったんだろう。まあ、対抗が出たとき、考えていこうと思います。ラインとかを。はい。以上です。7番
のプレイヤーが発言します。6番さんは会って心境だと思ってる。5番さんについては2周目かな。4番さんに関してはまあいいんじゃないかな。僕もパッションを感じた。対抗出たら LINE 考えるって言ってたけど、まあ占いの対抗のことかな。6番さんが言うと霊能対抗っていう風なニュアンスにも取れるからちょっとややこしかったね、言い方が。占い対抗が出たら占いの LINE を見るってことかな。それとも6番さんの対抗が出たら、その対抗との LINE を見るってことかな。占いだよね、普通に考えると。まあちょっとした言い方なんだけどね。そこら辺少し引っかかりました。6番さんに関しては。まあ、霊能は釣り切れます、二人出たら。6番さん、あって心境だと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。そうですね。まあ、霊能に関してはね、もう結構脳死で釣り切ってグレーセンサーに回すっていう思考なんで、どっちでもいいっすね、まだ。出てくるまで。うん、で、まあ僕は、まあ占いがね、太鼓出るか出ないかは分からないけども、まあ僕は4番に攻めに感じてるけどね、うん。真なら自分を疑った人を占うなんていう発言ってしないと思うけどね、うん。何か恐れてるんかなって感じですね。はい。疑われること、うん。そういうのって狼の特徴だからね、うん。僕は4に背で置いてますよ。まあ占い企画したら申し訳ないねって感じやけど。で、それに乗っかってる5番さんね。うん。何って感じですね。はい。まあ2周目ですね、ここなのに関しては。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。9番、パインパン、村人陣営です。そうですね、4が7にしろですよね。で、今なんか8番さんが4号叩きって感じなんですけども、まあ、4番さんの初っ端で占い師出たっていうことに関しては、なんかその8番さんとは違う理由で、なんかパッションがなんか作ってる感みたいな、わかんない、これは俺の感覚的な問題になっちゃうけど、なんか、まあそう、作ってる感みたいな、あの声質とか作ってるのかなみたいなっていう感じがしちゃったかな、ちょっと。まあ、パッションだからあんまり考察材料としてどうなのとは思っちゃうけど。で、5番さんはね、すごいよね。なんか村でさ、そんなはっきりさ、言い切れるのは俺かっこいいなとは思いました。全然考察になってないしね。で、まあ8番さんがそんなに5番さん叩く理由はあったのかなっていうのは気になったかな。で、7番、そうね。まあ霊能はちょっと怪しいかなって思ってるよ。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。現状気になってるのは8番かな。まあまあ、8番のやった4番を2戦目で見る人は、4番が占いますって言ったのが、それなんか新占いの目線じゃないって言ったのは、まあ、わかるっちゃわかるんじゃないのな。なんか4番って普通になんかギャグみたいな感じでそれ言ってそうやから。まあそこをしっかり寄ってた8番っていうのは、なんやろな。印象が良くなるんやけど、なんか8強人で占われたいんかなって、なんかちょっと考えすぎてるのかもしれないけど、と思ってしまったかな。まあ5番ね、5番。5番は正直ちょっとよくわからなかったな。まあ、霊能は太鼓でできてから考えようかなと思ってるけど、これでほぼほぼどっちか一角するんじゃないか。2、3どっちも出らんかった。どっちがは、まあ、かな。4番で、真とか偽とか、特に拾える要素なかったかなと思ってる。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。僕占い師でランダムで5番さんが白でした。5番さんが白でした。占い師としての進行論は僕クロスしたいんで、7番さんが騎士であるのならば、7番さん騎士出ていただきたい。占う意味がないんでね。それ以外の騎士はお任せします。グレー考察なんですけど、まあ5番さんはまあ白なんでね、僕の白なんで、ですけど、4番さんをなんか死んでみるっておっしゃってました。まあそれやめていただきたいって感じですからね。白なんでね。で、現状僕一番釣りたくないのは8番さんで、すごい精査も真っ当だったじゃないですか。5番さんへの叩きも真っ当だし、それは違いよって。って感じで、8番さんは釣りたくないなって思いました。で一番釣りたいのが9番さん。もう言ってること支離滅裂で何言ってるか分かんなかったし、すごい目線が違うなって思ったんですね。
なので9番さん時点で、まあ、1番さん黒要素はないから時点はまだ難しいですね。では3番さんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。スレイローです。はい、6番さん、占い新協力って言ってたんですけど、それなんでかなって思いました。進路全然あると思いました。占いと、とりあえずフラットに見てます。はい、みんなローラーするのかな。霊媒、霊媒ローラーするんやったら俺は6番から行きます。はい、クレランするんやったら、もうほんまにクレランとか俺あれ、霊媒のローラーとかの線引き全然わかってないんで、そこのところよろしくお願いします。はい。まあ、皆さん言うてもだ、皆さんの、2週目の考察しっかり聞いて、考え伸ばしていきたいなと思っています。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。こんにちは。いや、2番目、いい盤面になりましたね。狂人がおそらく心境で、霊能者にいるだろうという前提でね、2番さん、狼軸で物事を進めていきたいなと思ってます。霊能者、ロラしますね。釣れるところ釣ります。もう興味ないです、霊能者。2番さんの発言を汲み取ると、クロスをしたいっていう発言ね。5番さんを、占ってもいいぞと言ってるのかどうなのか、ちょっとね、もうちょっと考えたいなと思ってます。で、2番さんが8番さんの発言を拾って、考察が、一番しっかりしてるっていう発言しましたけど、この人、私に対して4、2攻め、5が乗っかってるっていう発言しかしてないですよ。どこに8の要素としていい部分があったんですか？私を人外で見たからっていうとこですか？よくわかんないですね。5に対しても乗っかりっていうふうに指摘してますよ、2番さん。電話かかってきた。5番のプレイヤーが発言します。はい。あ、霊能ですか？6番さん残ってればいいんじゃないですか？俺元気になるから。別にずっと残ってていいっすよ。色結果、別に無視すればいいし。まあ、狂人だろうが何だろうが残ってればいいんじゃないですか？色結果無視すればいいから別に、本気で考えなきゃいいから。俺が元気になるためには6番さん残しておきますかってだけのぐらいで。あ、どちらもいいっすよ。あ、真面目に言いますか。ロラしていいっすよ。判断つかないから。だから6番さん残してもいいじゃないですか。あ、ただ人外でもいいっすよ。狼を見つけりゃいいだけだから、2組を。どうなんでしょうね、これね。4番だったらどうなんだろう。意外と4、8でライン切ってるとかっていうことないよね。あと、まさかこんな新芽あるようなパッション出してて、実は4、7囲ってましたとか。なんかそんな、えっていう展開とかなのかな ?4 番だったら。2番だったらどうなんでしょうね。俺もまた9番を叩いてるように見えて、実は2番、9番。とか何もこう、あまり目立ってない1番。1番さん素晴らしいって言ったら1番なのかな。俺とも単純にぶったられてる8番なのか。3択はあるんだよね、3択は。俺が村である以上。まずはこれ、狼出てるとかない？狂人に。どっちなの、霊能に。どっちなんでしょうね。わかんなくなってきたけど。いやー、でも本当に。いや、でも、2番のクロスっていいかもよ。4-7あるかも。まあ、わかん、あ！余計なこと言っちゃったね。余計なこと言っちゃったわ。あら、すいません。余計なこと言っちゃったわ。あらららら。6番のプレイヤーが発言します。6番、神月です。よろしくお願いします。霊能対抗、出たんですか？ちょっと、把握漏れしました。ごめんなさい。誰か教えていただきたい。3番さん？なんか、3番さんが私になんか、新居、なんだっけ、霊能の対抗を新居で置くみたいな言ってたんですけど、自分はそんな発言した覚えなくて、言ってたら申し訳ないんですけど、そんな発言はしておりませんって感じですね。思ってないし。
あの、多分、え？あれじゃない？いや、新居って言ったかな？言ってないと思うんだけど。で、対抗っていうのは占い師のことです。7番さんに言われたんですけど。はい。あの、占い師の対抗が出た場合はっていうことを話してました。3番さんがそうですね、人外確定だけど、人外では、霊能って出てくるの大体狂人だからなと思ってるんですけど、どうなんだろう。いやー。で、7番さんが騎士。ということは、4が7に指してる。だから、これはあれですよね。クロス占いじゃなくなるんですよね。はなんか、釣り、あの、次釣り位置を上げて、あ、そっか、4番さんも終わっちゃったのか。2番さんの、あの、占い位置を聞きたいですねっていうところ。自分目線も3人外確定で、2、4どっちかにもう1人人外いて。で、あとはどこにいるんだ？あとは1、9、8？ちょっとわからんけど、とりあえず3人外確定なんで自分は釣りたいです。はい。え、ノーラ7番のプレイヤーが発言します。霊能は新境で追ってますね。うん。3番さんの発言から人狼もあるでしょう。自分っていう発言から。人狼でわざわざ出てこないかなと思ってる。で、6さんだと6行きたいかな。うん、6番さんは 3番さん人外っていうのは分かったけど、考察なかったから。とりあえず6から行きたいと思ってますね。4番さん、狼の場合っていうのは、8番さんにヘイト向けてたけど、8、9って言ったら、9番さんの方が、なんかパッションはそんな、なんか作ったパッションだったみたいな感じで4番さん叩いてんだよね。で、8は4番さん、平和だったらごめんねまで発言してるから、僕も8はないかなと思ってる。9、1どっちかだと思ってる。2番さんの発言から、そのクロス飛ばして、飛ばしたいっていう発言からやっぱ5で囲いないのかなって思っちゃってます。これはまあ分からんけどね。うん。すぐに出てきたから2番さんの発言で、僕の進行論はクロスがいい。だから7番さん騎士だったら出てほしいっていうの。すぐ出てきたから。囲ってわざわざそういう発言しないかなと思ってるから。9、1どっちかでも狼。4番さんの方が、締めないかなって今は思ってます。8番のプレイヤーが発言します。そうですね、あの例の2箇所新居なんて、まあどっちでもいいですね。発言聞いて最後決めますって感じです。まあめちゃくちゃいい盤面じゃないでしょうか。22で、だって占い噛まれないからね。騎士さんは噛まれるのが半分仕事だと思ってるから、しっかり占い守ってほしいなと思ってますね。グッチョブで叩けばどっちかって教えてって感じ。自害も想定してって感じですね。まあ、4番さんに言いたいのは、あの、4番さんが2番の偽要素を上げるのはいいねんけど、あの、じゃあそれの結果によって、要は8って真っ当なこと言ってないよって。で、それを、いいと2番さんが真っ当って言ってるっていうところが偽要素って言うんやけど、じゃあそれを持って2、8疑ってんのか、それとも2番が殴った9番を、2、9で疑ってんのか、そこをちゃんと落としてほしかったっていうのは本音ですけども、ただまあ電話来たっていうアクシデントがあるので、まあそれは今日はまあ精査に加えれないって感じですね。まあ占いはまあいいっすよ。はい。霊能釣り切って時間あるんで。騎士さんはね、占いをかませないようにだけしてほしい。はい。ニナはここで使って、最終僕らがね、村が占い精査を当てきれば、勝てるわけですよ。はい。というところで、だってもう新居でしょ。釣り切ったら今日もいないしね。占いとそのラインだけを、精査して発言していけばいいと思うよ。912に関しては。はい。お願いします。9123ね。に関しては。もう、例のどっちかってもうどうでもいいっす。はい。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。8番さん最後9123って言ったのかな、よく分かんなかったけど、まあそれは置いときまして、そうですね、まあだいぶね、なんか2番さんにさっき叩かれちゃったんですけど、あの4番さんも言ってたけどさ、8番さんってそんなさ一瞬で大した発言っていうかさ、ね、してなかったと思うんだよね俺も。だから俺も8番さん
なんで5番さん叩いてんのみたいな発言したんだけども、なんかそれに対して2番さんが変にそこ、なんつうのかな、うん、8番さんはなんかちゃんとしたこと言ってた。で、逆に9番さんは怪しいみたいな。そこがマジで全く刺さってこなかったし、謎のクロス占い提案も、なんでそんなしょっぱなからみたいな、まあ、進行論って言われたらあれなんですけど、で、5番さんもなんか全然結局新、クロス占いでもいいよって言ってるってことは、まあ、ないのかなっていう。2号はさすがに。まあ、だいぶ攻めたプレーってなるよね。もし、それで2号黒黒だった場合は。まあ、4番さんね、最初とりあえず、その、なんだろう、占いどっちの方が新っぽいかっていうのを言ってほしいって言ってたことに関しては、4の方が今新っぽく見えてます。俺はね。さすがにこの盤面なんてっていうのもあるけど、1がマジで色が見えない。まあでも1は2、4、どっちでももしかしたらラインは作れるのかっていうか、どっちでもあり得るっていうか、1番さんの発言が分かんないんで、俺は何とも言えない、そこは。まあそうですね。俺は2の方が怪しいとは思ってますね。6、3の。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうやな。4が狼の時、9はないからって思った。9番の今の4方が新芽で見えるって言ったのは、なんやろ、2番に叩かれたからっていうような気がしたから、まあ、ちょっと2、9でライン切ってるんじゃないかなってめちゃくちゃ思えてないけど、2番が9番の言ってることがわけわからないって言ったのは、9番は、確か初週に4番がパッションで新っぽいみたいな。なんかあのパッションは、なんか普通に人外でもなんか作ってそうな感じがするな、みたいなこと言ってたから、なんよな。で、9番って、なんでそんな9番のことめっちゃ叩きに行ったんかなってめっちゃ思ってるから、2級でライン切り合ってんのかなってめっちゃ思ってたんやけどな。かな。で、9が、8に白。何だっけ ?8 がみんな白いみたいな感じ言われてるから、なんか色落ちない。って言って僕に今若干殴ってきたんかなと思ってるけど、4が狼やった時9はないかなってめっちゃ思いましたね、今の発言で。2がクロスを飲んでることから5狼もないと思ってて、4が狼やった時48。48も見えんからやっぱ29なんじゃないかなめちゃくちゃ思いますね。はい。かな。2番の9叩きが僕はなんか臭いなと思ってるかな。はい。2番さんには、もうちょっとどこが一枚一番黒く見えてるかを言ってほしい。僕は今2級怪しいかなって今思ってますね。まあ、4番の発言で、途中出ましたね。そこまで似て要素も拾えんかったからやけど。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、まず直近の1番さんから触れると、9番さんっていうのは初日の5番さんに対して何も触れてないんですよ。で、8番さんっていうのはその真っ当な指摘をしていました。その8番さんに対しても特によくわかんない考察をしていたので9番さんを叩きました。で、結局2周目になって9番さんっていうのは4番さんを信んで見てるじゃないですか。だから僕目線4番さんの相方位置っていうのは9番さんか1番さんのどちらかにいるのではないかなって思ってます。8番さんは初週から白かったので僕9番さんか1番さんどちらか占おうかなって思ってます。で、今日まあ霊能釣り7神、明日安定霊能釣り、どこ髪になるんですかね。まあ、多分5番さん髪。で、明日占い精査で、現状、1番さん、9番さんが、4番さん投票。違う、僕投票ですよね。このまま行くとまずいので、1番さん、9番さん、ぜひやめていただきたい。3日目の占い精査で僕に投票してしまうと負けなので、はい。だからそこをどう変えるかですよね。いや、難しいけど、やっぱりでも、4番さんの相方位置って考えたときに、8番さんっていうのは一番ないかなって思いました。ってなると、やっぱり1番さん、9番さん。1番さん、9番さん、そんなになんで僕をなんか偽で置いてるんですかね。僕の偽でしか話をしてない。僕の占い師に、なんか、占われたらまずいんですかってのは思いましたけどね。はい。まあ、霊能者の方は判断つかないんでね。この後の3番さん聞いて決めたいと思います。3番のプレイヤーが発言します。待ってきましたね。まあ今日は霊能ローラになるので僕は6番さんに入れたいと思います。
はい、さっき9番さんとかが、まあ2番さん2番さんを叩いてたんですけど、まあ確かに1番さんその通りだなと思って、ライン切りあるのかもしれないですが、2番さん目線、4番、まあ黒なんで、まあ91どちらかに人狼がいるっつってたんですけど、まあ8番について、やっぱりちょっと、擁護しすぎって言うんですかね。まあなんか、あえてわざとらしくすることによって9番とのライン切り遅延してるのかなって思ったりもしましたね。一応28ラインあるのかなって思いました。で、4番さんについてなんですけど、まあ2周目そんな聞けなかったですね。まあ電話入ったっていうのは仕方がないことなので、まあ僕は6番さんに入れて、まあ2日目、しっかり、まあどちらにしろ死ぬんですけどね。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。はい、自分が真の霊能者です。なので3番さんは人外なので、次のターンの時確実に釣ってください。多分強人かなですね。で、自分28ラインありそうだなって思っていて、なんか2番さんって8は白く見ていて、で、なんかずっと91に、あの次の釣り位置っていうか、なんて言うんだろう、狼を置こうとしていて、なんか8全然触れないんですよね。白い白いって言って。だからなんか28やりそうだなっていう、2級のライン切りより自分は28の可能性の方があるんじゃないかなって思ってます。で、5番さんの1投票は、あれかな、発言が、あれだったからかな。3に入れてるのが6、2よ。2番と4番。おぉよくわからんな。6、2よ。それはそれで分からん。まあ、とりあえず3人外なので、サンバさんは人外なので、釣ってくださいってところですね。はい。それくらいかな。2級より28の方が自分あるのかなって思ってます。4は、4は分からん。考えてなかった。2番しか考えてなかった。まあ、頑張ってください。3番は確実にローラーしてください。以上です。なんか、次の結果とか言っても信じないでくださいってとこです。はい。以上です。頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、8番のプレイヤーが発言します。はい、5番三角白ですね。2は9黒と。なるほどね。4番さん、僕占わなかったんです。占わなかったんですね。まあ自分、占ったら僕に攻めておこうと思ってたんやけど、疑うところ占うって言ってたから。5番さん、でも5番さんは4番ってこと疑ってないけど、なんで占ったんかなって感じですね。まあ9番占ってほしかったなって感じですね。4級ライン、2級ラインめちゃくちゃ見えてたんで、どっちとも。はい。まあこの情報をもとにね、今日はもう3番釣るしかないとは思ってるんで、3番結果言わないしね、なんか知らんけど、はい。まあ3番釣って明日占い結果でラインはっきりするんじゃないでしょうか。まあ5番さん隠しろなって思ったら頑張れるね。そうだな。でも9黒僕結構信じれるけどね。ただ2の黒囲いっていうのも僕は思わなあかんなとも思っているけどね。4が急に2、そうやね。2の黒囲いもあるとは思ってる。さすがにちょっと初週の2番の9番のツッコミは
まあ僕をよく見てくれたのはありがたいけども、そこまで殴るかっていう感じやったんでね、馬乗りやったんでね、馬乗りからあのヘッドロック入って締め落としてたからね。はい。今日は3位いきます。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6しろ？まあ6はマックス強靭ってことですよね。まあ別にでも結局ローラかなって思いますね、自分も。まあなんだろうな、6の出方的に強靭臭いかなとは思ったけど、まあ安定でローラかな。まあそこは、どっちでもいいです。5番さんとかね、思い切って3残そうとかいう可能性もあるしね。まあ、そこはちょっとね、流れに任せます。3は割と真かなって俺は見てますけど、ローラでも構いません。どっちでも大丈夫です、それは。はい。で、まあね、綺麗にね、綺麗に俺のこと黒打ってくるっていうもう、ね、確かにその8番さん視点で黒囲いって追ってもおかしくないのかなとはちょっと思っちゃうけど、そういうムーブされちゃうとね。まあ、ただもう自分目線もう4進なんで、もう3行ったら次に行ってほしいなっていうのはもう、その通りって感じですかね。はい。で、ってなったときに、まあ、1位もでもなんかさっきの、2日目はそこまで怪しいかなっていうところなかったし、8も今言ってたの、まあ確かに8番の視点だったら真っ当だなっていうのは思っちゃったので、なんか自分視点、まあ1、8のどっちかなんですけど、今のところまだちょっと黒要素拾えてないっていうのがちょっとありますね。結構きついですね、そういう意味では。黒出されちゃってるっていうのは。ただみんな目線も4進って置いてんだったらもう、ね、1、8に行ってほしいんですけど、きついね、これ。って感じかな。はい、ちょっと頑張りますね、自分次から発言。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番3目線4球で追ってるのかな？ 4 球ね。4球。4球に見えないんだよな、マジで。8番って4番のことぶったたいてて、9番が、9番って何て言ったっけ、初週。9番もなんか、4番のことぶったたいてたような気がするんやけどな。気のせいやったんかな。そう、9番も結構叩いてたよね。マジで4球に見えねえな。2が狼やった時に28があるんか。28も見えんのよな。だから2球の黒囲いっていう8番さんの指摘が、なんか結構納得くるんやけど、でもそれ、それする。あ、でも5、でも4番の5占いがないと思ってて、5番的のなんで僕に入れたんかなと思ってて、5番が強靭なんじゃないかなとめちゃくちゃ思ってるんですけど、4番さん、5番さん占った理由、めっちゃ聞きたいかな。5番さんってほぼほぼ白しか出らんと思ってて、5番さんって昨日僕に言ってるんですよ。5強じゃねえってめっちゃ思ってるんですけどね。だから今のとこ4が偽かなってめっちゃ思ってますね。5裏の理由聞きたいですけど。9黒。ただ4球に見えねえんだよな。そこが2番さんにめっちゃ引っかかってるかな。9裏の理由はマットだと思ってるけど。まあ、4番さんがどこ狼で追ってるのか聞いて、2、4どっちが真なのかっていうのを精査していきたいと思いますかね。はい、今日は3入れます。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、僕もちょっとどっちが真の霊能者かわからないので、申し訳ないですが、安定で今日3番さんに行かせていただきます。今1番さんおっしゃっていたんですけど、5番さん強靭を言うのであれば、真の死の場面ってことですか？霊能者に進路、占い師に進路。で、国境。それはないと思いますよ。はい。で、9番さんは狼でした。案の定。1番さん、9番さんっていうのは初日に4番さんの新上げをしてるんですよ。だから僕はあんなに叩いたんですよ。はい。で、僕、占う先がもうこれ4番さんしかないので、3釣り、おそらく5番さん神、明日占い精査僕4占い、4番さんがどこか占いっていう流れですね。はい。で、まあ、確かに8番さんと僕のラインが見られるのはしょうがないけど、8番さんって初日から1周目からまともな交差5番さんと叩いて、あと4番さんの審査業をしていたんですよ。僕、占い師目線になって考えていただきたい。8番さんが村であれ、農であれ、釣りたくなくないですか？そして占い師目線、どこを釣りたくない、どこを釣りたいっていうのを明確なラインを見せれば、村の判断基準になると思い、そういった発言をしました。はい。
今日は3番さん釣りで、明日は絶対に4番さんか9番さん、どちらか言っていただきたい。1番さん、8番さんに言いますよ。4番さんっていうのは、あなたたち2人のどちらかが人狼と言ってるんです。1番さん、8番さんは村人です。そこでやり合わないでいただきたい。9番さんが狼です。では3番さん、どうぞ。3番のプレイヤーが発言します。番です。まあね、僕目線 6強人ということで、まあ今日は僕釣られるんですかね。2番さんに物申したいことがあります。2番さん、9黒って言ってるんですが、それで次の日4釣りか9釣りって言ってらっしゃるんですが、あなた目線サイクル落としといた方がいいんじゃないですか？だって、今日で、まあ僕が落ちることによって、まあ強人か、まあ本物どっちかが落ちるわけじゃないですか。それで、まあ僕がもし、まあ仮に黒陣営やったとしたら一人落ちる。で、二番さんから見て四番さん陣外じゃないですか。だから僕的には、難しいな。まあ僕釣ってもら、釣られるんやな。4番のプレイヤーが発言します。4番です。こんにちは。いや、ちょっと考えてさ、9の、2の黒囲いっていうのが結構終えてきてる盤面がちょっと見えてるんだけど、9番、今日の発言、急激に落ちてんだけど、わざとらしく。1、8に、評回収していってるようにしか見えないんだけど、9占ってみようかなと思ってんだけど、あのさ、昨日さ、9番さ、2番に殴られた時さ、しっかり殴り返したらよかったじゃん。俺その要素2番に対して出そうと思ってるんだけど、9番。なんかわざと黒くなってんじゃないかな、9番。昨日の2番の発言で、9は5に触れてないっていう発言で、9を人外目で見てんの。9はしっかり初日の1周目、5に対して話を出してるからね。9は作ってるパッションに、俺が見えるっていうのと、5が言い切れるのは、かなり印象いいっていう発言を残してるはずなんだよ。で、8に対して5叩きがよくわからないっていう発言も9番残してるんだよ。ちゃんと9は5に対して触れてるのに、2は9に対して5に一切触れてないってことで黒要素として出してんだよ。言ってることが全然わかんないよ。なんで9そこ殴れないのよ。よくわかんないな。で、昨日2番はどこ噛むかなとか言ってるけど、騎士噛むしかないでしょ、この盤面。なんか2番さんの黒要素はいっぱい見れるんだけど、9の黒要素も見えてくるんだけど。いや、負けるな、これどうしよう。5番のプレイヤーが発言します。じゃあ9番行きましょう。もう3の旬にかけて9番行ったら。これでいいんじゃない？6番さんいないし。もういいや。9番行ったら。俺9番行くわ。それで3番の芯を追って奇跡の勝利を目指すしかないんじゃない？もうこれ。安定も大事だけど、9番行ったら？そうだそうだ。9番行こう。9番行こう。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。何言ってんだよ！俺を悪者扱いすんな！投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はいね、9番に入れるやからいいんですよ。明日の占い結果とかしっかり聞いて考えていただいて、村側を勝利に導いてください。でもまあ、2番、8番ラインってもうないの？俺まだそこ見てるよ。違う？でもな、2番は明らか9番潰しにかかってる気がする。俺的には2番9番に入れればよくねっていう。まあ頑張ってください。夜が更けました。ドラする必要がまずなくない？人狼に気をつけてください。9白ってだって9黒だったら気になってんが1点ある。まあ俺噛まれてほしいんだけど、最終盤面に決められたらミスリードするか。見るしか手がねえな。あれなあ、1か8。ほら、隠れていて。
占いしろっつう話なの。夜が明けました。俺占わなくていいのに、俺占う占い師のせいで。昨夜は1名の方が亡くなりました。1は隠しろね。5番、8番のプレイヤーが発言します。1は隠しろね。8か9。はい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 、はい。9、4か。4番、1しろ。2、9、2、8。はい、いや、そうなると僕4番に8黒って言われてる気がするから2番信じるしかないんですけど。28これ。いや、29もあるかもよ。そうなんだ。2番に入れなんて不思議なんだよ。難しいな。俺的にさ、助かったね。難しいわ。1番が決めればいい。うん、いや、僕占ってよ。いや、1か8しか占えねえじゃん。1しか占えねえじゃん、占うとしても。じゃあ4新進、僕目線で言うと、4新進行でも9浪やし、2新進行でも9浪なんで、今日は9詰め一択なんですけど、僕目線。うん。正しいのは、一般視点はそれが正しい。僕目線はそうっすね。いや、それ以外にある？だって2、4、2人とも、うまいし、変なとこ見せてへんからね。うん。細かいとこあれだもん。プランを超ただ盤面的に見たら、4が1白ってことは、4目線も9黒になってるから、どうせ9100%黒じゃん。どうせ21のギャンブルだ。9100%黒なんで、今日は9釣りしか飲めないですよ、僕は。やりたきゃやればってしか。ただ、霊能が、あ、じゃ占いが、占い生産してくれって言ったら占い生産もいいけど、僕は9で、いいと思ってるよ。で、明日勝負しましょうよって感じです。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。28ってことですよね。はい。いや、4番さんもさ、いっそ俺占ってほしかったんだけど。ねえ、もうこんだけ黒囲いでさ、疑われてさ、俺、マジ占ってほしかったなと思うんすけど。まあね、まあある意味ね、俺の白を追ってくれたって言ったら嬉しいっちゃ嬉しいけど。まあ一番が決めることだからね。一番、俺よかったよ、俺噛んでくれて、マジで。まあもう2、8、9行こうって言ったら俺噛んだのが隠し色だから噛んだのが。9行こうと見せかけて3番行ったけど。もう俺しかないっていう感じに言う。誰が入れてくれるやついねえのかよ。ね、うん、どっちから誰も入れなかったわ。うん。どっちからでもいいか。あんま変わんないよね。多分盤面的に。じゃあ4番さん合わせて2行きません？うん。4番さん視点だってさ、俺のまだ 9黒があるかもしれないってなったら、うん、あったらそうだよね。うん。だから2から行った方がいいんじゃないかなとは言っときます。4番さんに。あ、でもそれは、ん？それだと厳しいか。あ、いいのか。4番さん視点それはいけるよねっていう。うん。で、そう。まあ、1番さんはだからどっちか迷ってるって感じだよね、多分まだ。うん。どっち進化終えてるか際どいかもしれないよね。いやーもう、考察のしようがない。わかんない、もう。うん。8番さんの黒要素か。8番さん、マジこれでなんかさ、その対応してるんだったら、本当になんか何なのって感じなんだけど。はい。まあもう、28行ってください。2から行きます、自分。1番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。これって僕がほぼほぼ隠しろ状態ってことですよね。今日24のランにしましょう。24のラン8番さん9番行きたいって言ってたけど、24のランにしましょう。ほぼほぼ28か49やと思ってますよ。4番さん視点僕白やったらワンチャン39とかもあるんか。いやでも24のランにしましょう。ほぼほぼ28か49やと思って2番はなんで9位がねえんだっていう不思議な1点。ただ28がマジで終えんのよな。1点があるんだよな。28よりかは49の方が納得いくんよな。ごめん、でも悩んでるから2番さん4番さんは1点がしっかり言ってほしいかな。8番さん9番さんも占いなんかしなくていいの。9番さんは占いなんかしない方がいいの。2番さん入れるしかなくて、8番さんはほぼ4番さん入れるんでしょう。占いしなくていいってもう、かな。はい。俺が24の欄にしましょう。大体負けパターンだね。これで僕が1つ。占いなんだもん、こんなの。僕いつ嫌いなんですよね。僕、どっちか僕に黒打ってくれと思ってましたけど、ね。1番はどっちを、1番はどっちを、4番さん今日絶対8占った方がよかった。占ったんだよな、白出したんだよな。うん、それか黒が声寄ってるんだったら9。うん。2番さんは、まあ9で。4黒ね。4、9。うん。ちょっとまだ悩んでるんで、24の発言聞いて決めます。今日24のランです。以上。2番のプレイヤーが発言します。
はい、今日間違いなく4番さんに言っていただきたい。4番さん黒なので、4番さんが狼、そして9番さんも狼なんですよ。ここで僕に投票してしまうと、狼が二人狼残ってるんですね。なので明日は来ないです。で、4番さん先ほどからずっと捏造されていますが、僕初日から言ってますよね。5番さんの、この4番さんに対するのがおかしくて、それを8番さんっていうのは言ってるんですよ。この8番さんの的確な突っ込みは村要素だ。そして、村目線、占い師としては、どこが釣りたい、どこを釣りたくないっていうのを言った方がいいと思ったから、9番さんっていうのは初日から怪しいなって思ったから、9番さんは釣りたい。8番さんは、釣りたくないって残してるんですね。それが4番さんに対する返答です。はい。結局、9番さんはどうなんですよ。はい。8番さん目線も1番さんは白です。いいですか、8番さん。4番さんっていうのは、先ほどもおっしゃってますけど、ここで、9番さんが狼だったら素直に9占いでいいじゃないですか。ね。にもかかわらず1番さんっていうのになって、結局8番さんっていうのを悩ませてるんですね、村目線。はい。4番さんの人外要素です。1番さん、8番さんは村人陣営ですよ。はい。9番さんと4番さんが同です。そして今日4番さん釣っても終わりません。僕釣ったら、村人陣営で負けてしまいますけどね、22番面で。4番さん釣り、おそらく1神。で、明日9番さん釣りで勝ちです。今日は4番さんに行ってください。4番のプレイヤーが発言します。ね、ちょっと予想だけ言っとくけど、9が票を変えるような気がしてるっていうところだけ一応言っとくね。多分8番信用しないと思うけど。まあ8が普通の人狼なら人狼でもうそれは仕方ないと思うけど、俺が占えてないから。8、9の真偽がわからない以上。でさ、2と4のしっかりと精査をしてもらいたい。2番が今発言した私の捏造発言ね。8番が5に対する精査をして、2が8を村っぽく見えたって言ってるけど、8番さん、あなた覚えてますよね？一番最初に言った言葉。8番は5に対しては乗っかりに見えるっていう風な発言しましたよね、8番。4番の発言に対して5が乗っかってるので、8番は、5の精査は、なんだ、5は乗っかりに見えるって。で、真ならごめんねって言って私の人外っぽい扱いをしたのは、私は覚えてます。2は完全なる捏造してますからね。8番は理解してると思う。一周目1番手で、一周目にあなたが言った言葉です。で、それと2番は9に対しては、5に触れてないから、人狼目があるっていうふうな発言してるんです。理解してますか？それに対する2番の精査は一切してこなかったんですよ。で、未だになって9番はそれに対してちゃんと2番に殴り返さないのに、俺はすごい違和感を感じてる。しっかり9は、5が言い切れるのは印象いい。8の5叩きがよくわからないって言ってんだよ。多分負けたな、これ。まあこういうファッションを見ると4が白なような気もするが、4こんなこと言ってると落ち着いて考えるとわかんないよ。こんなファッション出している偽かわかんないけど、終了しました。ああ9も言ったよ。何やってんの村終了。人狼陣営の8番もあれ1番何やってんの。2級じゃん、多分。ほんまごめん。2級じゃん。か。そう、9が見えたな。おかしいんだよ、9番はね。2番ぶったらかねえとかさ。番よく2番は9番に投票入れねえとかさ。俺だから、ふかしたじゃん。9番行こうかって言った時の2番が9に入れないっていうか、そもそも2番がどうして3番行ってんの。8番に対する精査が俺、真っ当だったでしょ。4番の多分今の発言、ヒロちゃんがまだね、今日1試合ね、怒り狂った試合の時はね、ミスリードしたけどね、落ち着いてると、だって4番のこの発言、